今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、この努力したら負け、努力不要論、脳科学者の、中野信子さんが書かれたこの本を、読みましてですね、感じたこと、要約じゃないですけど、どう、感じたか、どう感じたかっていうのをお話ししたいと思います。でも何が書いてあるかというと、冒頭にあるのが、あるアイドルが、その努力は必ず報われる、その言葉最初は信じてなかったんですけど、でもそんなこと言っても、自分の経験上、努力をしていれば必ず誰かが見てくれていて、報われることが分かりました、って言ったアイドルに対して明石家さんまが、それは、その考え方は早くやめた方がええねと、なぜかというと、努力を報われると思う人はダメだと、僕はさんまさんはね、好きだからやってるだけよと、で終わっといた方がいい、これが報われると思うと良くない、こんだけ努力をしてるのになんでってなると腹が立つ、人は見返りを求めるとろくなことがないからね、っていうようなことを話している、僕はどちらかというとその純日本人ですと、努力大事、水飲むな、うさぎ飛びしろ、で育った世界なので、ちょっとやっぱ違和感、その努力不要っていうのには感じていたんですけども、そう言われるとですね、確かに。で、この本で書かれているのが、ざざっと言いますとですね、その努力は人間をスポイルすると、要は努力が気持ちいいからっていう面で、その正しい、努力をしたから、なんか間違ったことをしてもいい。って思うようになるみたいなことが書かれていたり、欧米は努力が少ないっていうのをよく言われますよね、なんか日本は働きすぎみたいな、隊長どう思いました？僕が読んで、努力、明石家さんまさんが言ったような部分はあると思うんですよね、努力をすれば絶対に報われるっていう、そう思うことが良くないのかな。もともとそういうふうに思ってました？もともとそんなに努力は好きじゃないんで、努力、いかに努力しないか。っていう努力。っていう努力だったので、努力をすればっていうのが、要は、なんていうんですか、見返りを求めてるわけじゃないですか。何かをスキルを身につけるためには、努力は絶対必要だと思うんですよね。それを努力って呼ぶかどうかは別として、努力って、トレーニングは必要、時間は、それを経験とかは必要、積んでいく、例えばそう、僕がこうベースを弾きたい、上手になりたいと思ったら練習しなきゃいけない、トレーニングは必要です、トレーニングは必要、そういうことですよね、でそれを努力って呼ぶかどうかっていうのは、この人がどう思ってるかですよね。やれって言われて、いやいややってる。いや、それってその人の主観だったりするじゃないですか。好きでやってても、俺めっちゃ努力したって、思う人もいるじゃないですか。だけど、スポーツ選手とかでも全然努力してませんみたいな。もう好きでやってるだけですみたいな人もいるじゃないですか。いますね。なので、同じスポーツ選手でも、もう、イチローとか昔のやつとか、僕はこんなに努力したんだから、一番になれないはずはないって、自分の何て言うんだろう、意識を高めるために、意識を高めるためにっていうか、小学生かなんかの時の卒業文集かなんかにそんなこと書いてたじゃないですか。僕はこう誰も1年間で365日毎日練習して人の何倍も努力してきたから、プロ野球選手になれないはずはないって書いてた、だから自分は努力してると思ってるんですよね、だからその努力の概念がそれぞれ違うんでっていう、なるほど、それは努力っていう言葉を使ってるけども、使ってるけどっていうか、その努力って何ですか、定義の問題になってくるじゃないですか、そうですね、なのでそれを努力、一郎がしてきたことを努力じゃないって言うのかどうか、で一郎は努力って言ってるじゃないですか、使ってますね。使ってます。じゃあそれは不要じゃない。で、なので努力っていうものの捉え方がそれぞれ違うので、一概に努力不要っていうと間違ってる気は、そうですね、するんですけど。ただこの人の言う努力は、多分その人から、例えばいい会社入るためにね、これが必要なのよ、
嫌だなって思って、だからなんか人に認められるための努力みたいなところですよね。だから自分のためじゃない努力、ああそういう言い方はしてると思います、うんうん、はい、なのでそうだから人に認められてもらうための努力、こう頑張らなきゃ頑張らなきゃっていうと、まだそれも言葉的にあれですけど、よくあの、うん、今ベースやってるよっていう話をするんですけど、ベースもそのベースで今40を超えてベースで飯を食っていこう、うん、これ一本で飯を食っていくんやっていう努力は僕はそれやめた方がって思うんですけど、で、あのとベースで食っていくんだっていうのが多分それをやりたいんだったらいいのかなっていう気がするんですよね、うんうんうん、だけどやりたい結果じゃなくてね、はい、食っていくんだっていう感じでそれが報われるかどうかじゃない、はい、でそれが努力すれば報われるんだって言ってやるとっていう、あそういうことですね、そうそうこう疲弊していくだけみたいなところなんで、はい、それをやるんだったらやめた方がいいよっていうのが多分明石家さんまさんの意見、そうですね、これもそのようなことは言ってます、うん、なのでそうそれをしたいかどうかだと思うんですよね、はい、別に僕がこうメジャーデビューを目指すんだって言ってやるのは、あ、まあ、それは自由です、自由で、はい、で誰のためでもないじゃないですか、はい、でこれを報われないのは、うん、っていう、そうでこっちだ外の方に責任を転嫁する精神はよろしくないよっていうことですね。でそれをもうだから努力すれば絶対メジャーデビューできるんだとか思ってしまうとこう傷ついていく、そうですね、うん、で、まあ、この本で挙げられているのも、うん、その日本は江戸時代の頃っていうのは、うんうん、どちらかというと遊びの方が生き、うんうん、宵越しの金は持たないなんて言葉もありますけども、うんうんうん、仕事なんてね、うんうん、努力なんてねみたいな、うんうん、あのバカなやつがやるもんだよ、うんうんうん、っていうところだったところに、うん、その薩長が田舎から出てきて、うん、江戸に入り、うん、コンプレックスを持って、うん、その努力みたいなのを日本に植え付けたみたいな、うんうん、あの働かざる者食うべからず的な、うんうん、今のこの日本にあるような、うん、いやその工業社会に入って、うんうん、いかにその上からの命令を下の者が言うことを聞くかみたいなのを育てるためにその無理やり努力がいいっていう精神を植え付けたみたいなことが書かれていて、結局そのそういうのって本当にさっき言ったみたいにすり減らすだけだよみたいなことが書かれています。で最終的にこの書いてあるのがですね、まあ結局意志力がいいとかっていうことが書いてあるんですけども、結局なくてもいいんだけど、うん、何が尊いかというと、うん、その今僕たちがいるのは、うん、その DNA がね、うん、あの勝ち残ってきた結果だと、うんうん、この競争社会を、競争社会を、だからその今あなたが持っているものっていうのは正しい、うんうん、正しかった、うん、なぜなら勝ち残ってきたから、うんうんうん、って書かれていて、うん、僕はそれを受け止めました。僕はというかこの本の紹介をしているこの人、はい、中野信子さんの動画を見たんですよ。はい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 、でなんかインタビューする人が、はい、まあ、これどんなことが書いてある本ですかってこの人に質問したら、はい、まあ、人間には無駄な努力がありますみたいな、はい、例えば、まあ、その時の例が何だったか覚えてないんですけど、はい、40を過ぎた僕が今からプロ野球選手を目指すんだって言って頑張ってもまずなれませんよって、はい、でそれはまあ無駄な努力ですよねみたいな、そうですね、でそういうスキルを持った人がこうもう優れてるって思われてるけどそうじゃない、はいはいはい、くてスキルをが必要なことはスキルを持ってる人にやってもらったらいいんですよみたいな、そうですね、はい、なのでこう自分がこう無理してそこのスキルを身につける必要もなくて、自分がやらなきゃいけないところに、まあ、こう意識を集中した方がいいですよみたいな、だから世の中無駄な努力をしてる人が多すぎるっていうことを言ってたんですよね。あ、で今、うん、この YouTuber がいて、うんうんうん、ヒカキンさんみたいな、うんうん、トップ YouTuber がいて、うんうん、そこにトップ芸能人が今、うんうん、どんどん入ってきている中で、うんうん、
今我々がこうやってやっているのは努力かどうか、これ努力ではないですよね。そうで僕もこれは、うん、まああのなるといいな、なんかその、うん、お金を生むといいなとは思ってますけども、うん、別にそればっかりを目指しているわけじゃなくて、うん、まあなんかその自分のためでもあるし、うん、なんかこれを見ていただいた人が何か、うん、だから多分、まあ、この本的にいくと、はい、ちょっとお金を稼ぐために YouTube をやろう、なんでこれが面白くて面白いはずなのにみんな認めてくれないんだっていうことになると多分無駄な努力って感じですよねこう人に認めてもらうためにとかお金を稼ぐためにって、はい、うん、にってなると多分こうやらなくてもいいことをいっぱいやる、はい、多分疲弊しなくていい、やってもやっても結果が出ない時にそう、こんなに頑張ってる、こんなに努力してるのにっていう感じになってしまう。全然無駄な、それ確かに見にくいですねこうやりたいなら やりましょうみたいなところじゃないですかね。そうですよね、うん、頑張るとかじゃない、 YouTube をやる、そうで、うん、家族の人たちは、うんうん、やっぱ何やってんのかで見てるんです、うん、そう、多分周りから見たら無駄な努力をしているように見える可能性はありますよね。ありますよねあるけど、まあ、好きでやってることだし、そうでもそれはそう、うん、あのベースもそうだし、うんうん、そう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 、うん、でまあ絶対行かないわっていうわけでもないじゃないですか。そう、例えばなんかさっき40を過ぎた僕がプロ野球選手になって、あ、なろうと思って努力をしても、まあ、まず無理ですよ、はい、だけどちっちゃい頃からやってたら慣れてる可能性はゼロではないっていう。まあそうですね、うん、なのでこうちっちゃい子たちがやってればですね、ちっちゃい子たちがやってれば、例えばイチローがこう言ってたじゃないですか、僕はこう毎日練習して、はい、毎日4時間とか360何時間も練習してて、うん、みんなより努力もしてるから絶対プロ野球選手になれるはずだみたいな、うん、こう卒業文集かなんかを書いた、うん、で僕がイチローと同じ努力をイチローと同じぐらいから始めたらプロ野球選手になれてる可能性はゼロではないかなって。だけどまあやってみないと分かんない、はい、慣れてないかもしれないし慣れてるかもしれないけど、40を過ぎた今からやっても無理だろうなっていうのは、はい、多分ほぼゼロですよね、はい、で YouTube がどうかっていうと多分それぐらいですよ。子供の時からそうそう、一生懸命練習をするっていうのと多分変わらないんで、はいはい、もしかするとプロ野球選手になれる可能性はあるし、YouTuber のプロ野球選手に、はい、っていう可能性はあるし、はい、別にプロ野球選手を目指してるわけでもないのでっていう。まあまあそうです、ね、そう、はい、この楽しいからやってる、野球を楽しいから続けてたらプロ野球選手になってたみたいな感じを目指してる、目指してるっていうか、なのでまあそこにプロ野球選手にならなくても、まあ別に別に、はい、うん、っていうところなので。でもその中野信子さんが言った、うん、任せればいいんですよ、うん、的なことは、うん、岡田敏夫さんもですね、うん、この YouTuber が消滅する未来っていう中で、うん、同じようなことを書いているので、うん、次はこの YouTuber が消滅する未来岡田敏夫、ちょっと紹介したいと思います、はい、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。